Globis. では引き続き第4回 G1 ベンチャークロージングセッションを開会いたします。 G1 ベンチャーボードメンバーの皆様のお名前をご紹介しますので、皆様どうぞご登壇ください。まず出雲満様、梅沢孝明様、岡島悦子様、小沢孝夫様、楠本修二郎様、高島康平様、高島総一郎様、高宮真一様、寺田康平様、内藤祐樹様、増田直明様、森安勲様、そして堀義人です。それでは堀さん、よろしくお願いいたします。はい、第4回 G1 ベンチャーも最後のクロージングセッションになりました。で、最後のクロージングセッションでは毎回のことですが、ボードメンバーの皆様に一言30秒でお話をいただいた後に、皆さんと共に今後のことを含めて感謝を申し上げて終わりにしたいと思ってますが、本当にこのボードメンバーの皆さんとは、まあ、3回4回とですね、朝集まってどうやればいいかとかですね、どういったセッションがいいかと、誰がいいかとかですね、もう本当に多くの知恵をいただいて本当に感謝を申し上げますし、皆さんほとんど全員が登壇をされてですね、実際にそういう提案したことに関しては実行していただきながら、でそして、まあ、メンバーを含めてご紹介いただき、登壇者もご紹介いただいているということでございますので、一言ずつ出雲さんからまずお願いします。コネクテッドインダストリーズというビジョンを世耕大臣からいただいて、まあ、1日ディスカッションしたわけですけれども、まあ、私一番この後大事だなと思ってるんですね。その手巻き寿司本当に大事だと思うんですよ。その何が大事かって、そのアンコネクテッドなものが、その人が普段とその全然違う分野の人がそのコネクテッドにならないと、これコネクテッドインダストリーにつながらないと。ですからその緑虫、普段の皆さんの世界とは何の関係もないかもしれませんけれども、今日は手巻き寿司でですね、ゆっくり、コネクトをさせてください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。じゃあ梅沢さん、お願いします。最後のセッションで笑いすぎて一日の学びがだいぶ吹っ飛んじゃったんですけどクリエイティビティとテクノロジーと経営っていう超大風呂式のセッションをやらせてもらいました。で、一番私にとって衝撃的だったのは、カヤックの柳沢さんがクリエイティブディレクターとして経営者として何パーセントずつ使ってますかって言って、 95% 経営者と言われたことでした。ちょっと自分の会社もやっぱりしっかり頑張って経営者しないといかんなと反省をした次第です。ありがとうございました。ございます。では岡島悦子さん、お願いします。ありがとうございました。ベンチャー業界今日20年みたいな話が出てきていて、コネクテッドインダストリーズということなんですけれども、ちょっと今日は私がやらせていただいたセッションでも人材の流動化みたいなこととか労働人、まあ、市場の最適化みたいな話が出てきたんですね。ここから新しいものを作っていくっていう時に、もうワクワクにみんなが集まるっていうことで人がうまくこうコネクテッドしていけたら一番いいなというふうに思っているので、組織の枠組みを超えてっていう意味でのコネクテッドになっていくといいなと思って今日聞いていました。ありがとうございました。ありがとうございます。では小沢さん、お願いします。ありがとうございました。物流のセッションを担当させていただきましたけども、それはそれで、楽しかったんですけど、最後のやつかっこよかったなと思いまして、まあ、佐々木宏さんには、ソフトバンクとしても、ヤフーショッピングの CM も今ジャスティンビーバーで作っていただいてるんですけど、人間性もこういう方に作っていただいてるんだって初めて知った中で、やっぱクリエイターかっこいいなと、クリエイターになろうと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。楠本さん、お願いします。お疲れ様でございます。宴会担当の楠本です。DJ ミドリムシやる気満々なので、この後どうしようかなと実は思っております。エンターテインメントをやらせていただきましたけれども、本当にG1 がクリエイティブとか食とかね、あとその、エンターテインメントとかそういう、 こう文化的なものがすごいこう課題として、問題意識として高まっているのをすごく楽しく、僕らもやらせていただきました。僕もクリエイターを目指そうと思ってました。よろしくお願いします。ありがとうございました。では高島さん、お願いします。はい、皆さん、いい日曜日お過ごしでしょうか。お疲れ様でした。6の高島として登壇するのは多分今日最後で、特に辞めるわけではないんですが、
来月からオイシックスドット第一という会社に社名が変わります。で経営統合するんですが、まあ、17年の会社と、まあ、42年の会社が、まあ、経営統合する中で、まあ、何がベンチャーなんだろうなってことを感じながら考えながら今日過ごしましたが、やっぱベンチャーっていうのは、まあ、社歴とかサイズとかじゃなくてやっぱメンタルなんだなとこういうことを改めて痛感し、まあ、皆さんが全ての問いに答えがあるという姿勢でですね、やってる様を見て刺激を受けて、まあ、その統合の創業1年目として改めて頑張りたいと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。では高島市長お願いします。はい、社会の閉塞感というのはこれはもう過渡期なんだと、過渡期でないとパイオニアが現れないし、過渡期じゃないとチャンスがないんだっていう、まあ、前向きに捉えて、でそういう、まあ、変革の時に、新しい価値を作っていく、そしてコネクティッドインダストリーとあったんですが、まあ、コネクティでつなぐ、実際につながる、まあ、プラットフォームとしてのこの今日は G1 ベンチャーがあったので、まあ、ここで聞いて刺激を受けて今日また新しい皆さんとですね、この会が終わった後にまた福岡もぜひコネクティッドシティとして皆さんの具体的な実装の場として、ぜひ皆様とつながりたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。では高宮さんお願いします。はい、今高島市長の方から過渡期っていう話があったかと思うんですけど、ジャパンインクの事業ポートフォリオを見てみると結構成熟した事業が多くて、キャッシュ化しているものの成長事業が見つからないと。でその中ですごいテクノロジーがいろいろ AI だ VR だって出てきているという意味においては、すごくですね、そのトップダウンでのコネクティッドインダストリーズっていうビジョンとボトムアップのテクノロジーを、まあ、いろんなステークホルダー、ここにいる皆さんでつなぎ合わせて、まあ、新しくジャパンインクを作っていかなきゃいけないのかなと思っています。ございます。寺田さんお願いします。もうここに来るとネタがなくなってきますけど、でも本当に最後のセッション、やっぱり人に影響力を持つ人たちって、どういう方々なんだろうということが非常によくわかるセッションだったなと思います。まあ、やはりベンチャー業界はとかく目立つと嫌われると、いうことをですね、やっぱりどん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 発信力を増やして、これだけ人間的魅力に詰まった方々の集合体ですから、それがどんどん世の中に変わるようなこの過渡期からの脱却ができればいいんだろうなっていうのが最大の感想でした。ありがとうございました。ありがとうございました。では内藤さんお願いします。朝一アンダー25のセッションやったんですけども、その後に、セッション聞いていると全部がおっさんが話してる話をおっさんが聞いてると、これまずいなと、全然こう若者とコネクティブしないなということで、そうこの場が多分 G1 のシーズンの中で一番その若者世代との交流がある場所であるべきなのに、全然こう20代の参加がないんですよね。なのでこう来年に向けてはもっとこう多くの若者がこの場に参加するにはどうしたらいいかというところに取り組んでいきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。増田さんお願いします。はい、皆さんこんにちは、お疲れ様でした。 V キューブの増田です。私は今日規制緩和というテーマでセッションやらせていただいてましたけれども、まあ、今いろいろこの規制緩和を通じて世の中が変わっていく、まさにベンチャーが入っていけるチャンスがどんどん増えているんだと思うんですね。でグレーは走れという言葉もいただきましたので、全力で走りながらですね、日本を変えていければと思いますので、またこの後手巻き寿司セッションで、セッションじゃないですね、手巻き寿司パーティーでお話しできればと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。森保さんお願いします。はい、ですね、僕は1999年から、まあ、インターネット業界に入っていろんな新しいことをやってるんですけども、まあ、当時は、ね、やっぱりインターネット完結するようないろんなチャンスがいっぱいあってですね、いろんな企業生まれてサービスも生まれてきたんですけども、最近だと本当にこう、まあ、インターネット完結するだけじゃなくて、我々も自動車業界とかヘルスケアとかいろんなものを取り組んでるんですけども、いろんな産業の方とですね、本当に大きなことができるチャンスというのがぐんぐん広がってきてるなというふうに実感してますので、より面白いことをでかいことをやっていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。このボードメンバーの皆さん、そして今日まだ先に帰られた方もいらっしゃいますが、そのボードメンバーでメンバーとそれからコンテンツを作っています。本当にありがとうございます。皆さん盛大な拍手をご出してください。あ、どうぞ。まだまだまだですね。それで一方でですね、感謝という意味ではスポンサーとして今回支援いただいた方々に感謝を申し上げたいと思います。ゴールドスポンサーのアクセンチは今日橘さんがいらっしゃってます。ありがとうございます。新日本有限監査法人の大久保さんいらっしゃってますが、今日はありがとうございます。それから住友不動産の伊庭拓司さん、ありがとうございます。ヤフーの小沢さん、ありがとうございます。
そしてワークスアプリケーションズ牧野さん、ありがとうございます。シルバースポンサーはサンブリッジのアレン・マイナーさん、今日は欠席になってますが、ボードでもご活躍いただいてます。ありがとうございます。あとは会社名をだって読んでいきます。ブロンズスポンサーはアイレップさん、アルビオンさん、イーネさん、ウィルグループさん、ギークピクチャーズさん、 D2C さん、ネオキャリアさん、ポジティブドリームパーソンさん、ありがとうございます。そして個人協賛として麻生岩尾さん、伊藤純郎さん、楠本修二郎さん、久保田亮さん、高野誠さん、辻陽介さん、土屋博正さん、増田純一さん、そして吉田浩一郎さん、ありがとうございました。そして特別協力として伊藤園さん、お茶とお水のご提供ありがとう、本庄さんありがとうございます。そして朝日酒造さん、これから脱菜が出ますが、桜井さん社長には大変お世話になりました、ありがとうございます。G1 はできて9年間ですね。一般社団法人化したのが8年ほど前ですが、それからずっと皆さんの寄付金と、それからスポンサーと、それから会費等によって運営しております。本当ありがとうございます。感謝申し上げます。でさらにですね、今後のスケジュールだけだっと申し上げますが、まずは、6月23、25 G1 新世代リーダーサミット、これ40歳未満の方を対象としています。7月1日2日飛鳥会議、これコンテンツを提供しています。皆さんもしもご都合がつけば7月21日1日2日今度は福岡でやりますので、もしもご都合がつく方は教えていただけたらと思っています。それから7月の21日が G1W フォーラム、女性の方ですね、もしもご参加希望の方いらっしゃったら教えてください。そして9月2日が G1 Under 30、30歳未満の方ですね、これを中心として若い方が G1 ベンチャーにも参加いただけるような形にしていきたいと思っています。そして9月18日が G1 グローバルですね、これ 100% 英語でやります。したがって日本語は喋っちゃいけないと、セッションは全部英語でやりますので、もしもそういった形で英語に関してガンガンにディスカッションをするという場で、世界からみんな集まってきますので、G1 グローバルを行います。そして10月14日15日は第2回 G1 九州地域会議ですね、これはまたハウステンボスで行いますが、九州の地域会議がございます。皆さんにはご案内が行っていると思いますが、ご参加が可能になっています。でさらには11月の3日が G1 経営者会議ですね。でこのまでも今度は大企業の執行役員を中心とした会として、コネクティッドインダストリーに関して議論していこうと考えています。でそして12月3日が G1 カレッジですね、大学生の方、今日フレッシュを見ていらっしゃる方含めて G1 カレッジでお会いすることができますので、ご応募いただけたらと思っています。でそして来年2月9日から12日がいよいよ第10回というのは G1 サミットということになります。で来年10周年を迎えるわけですが、来年これだけ多くのイベントやってますので、来年半減しようと、半分にしようと思っています、イベント自体は。ただし G1 ベンチャーは来年もやり続けようと僕は強く思っていましてですね、こういう意味で皆さんがコネクテッドインダストリーとともにこの日本の創造を行っていくということが、僕はすごく重要になってくるんじゃないかと思っています。今日僕はセッションを通して感じたかと申し上げて終わりにしたいと思いますが、僕は思ったことは、すごい日本は明るくなるなと、面白くなるなと思ったんですね。でなぜかというと、今日の最後のセッションでも分かった通り、みんな結構、佐々木さんにも申し上げたんですが、好き勝手やってるんですね。やっぱり好き勝手やるのが一番いいと思うんですよ。でしかもですね、最近いいことに若い人がその好き勝手やっていい雰囲気があってですね、でそういう意味でみんなが好き勝手やっていくと明るくなるし、イノベーションが生まれてくるし、でそしていろんなアクティビティが生まれてくると思うんですね。で好き勝手やりながらクリエイティビティとテクノロジーと経営とが融合していきながら、そして大企業とそしてベンチャー企業のコネクテッドされていくという世界になっていくと、これ明るくなっていくというふうに思っていますので、僕らがこのメンバーが明るくなれば、おそらく日本も明るくなっていくというふうに思っていますので、このままですね、明るいままですね、コネクテッド手巻き寿司パーティーというのは3回で行いますので、これはプレゼンテッドバイ楠本さんということで、どんなコネクテッド手巻き寿司パーティーがあるのか楽しみにしていただけたらと思いますが、今日はフレッシュ見ていただいた方に感謝を申し上げて、藤田さんに本当に感謝を申し上げて応援したいと思います。そして皆さんもですね、来ていただいた方皆さん、そして登壇していただいた方皆さん、スポンサー皆さん、感謝しておられたいと思います。皆さん、第4回 G1 ベンチャーこれで終わりです。また来年会いましょう。